明悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィリピン当局に逮捕され、今ビクタン収容所にいる佐藤翔平容疑者の現在の様子などを聞かれたようですが、どのような方法で分かったんですか？情報提供者から連絡があって、二人の会話をしようとこの音声データを送ってくれた。音声データで佐藤翔平容疑者の肉声を聞かれて、どのような印象を受けましたか？私はこれ言って説明できるほどの印象は残ってない。というのは音声データいうのは聞きにくい部分もあるわな。さやから何回も聞きよううちに、その印象いうのはどんなんやって考えるもんもなかったな。なんとなくわかります、うん。ビクタン収容所にはルフィ関連の者たちがまだおりますよね。熊井、藤田、寺島とか言ってよったな。この者たちとはどのような話をされてると聞かれてます？やりたくなかったが殺されるからやってしもたとかな、うん、まあ全部警察に話するとかな、うん、そういう内容やな。後悔されてるような感じでした？それは誰でも一緒よ。逮捕されて後悔せん人間誰もおらんわ。どのようないきさつでフィリピンにいたと言われてました？紹介者を通じてフィリピンに仕事がある言われて、で現地行ったらしいな、うん、で渡辺裕樹たちと会うて、まあ当然詐欺相手知らなんだよったわ、うん。佐藤容疑者は小山智博の兄弟分、池野大輔の舎弟とも言われていたので、全く知らなかったことはないと思いますけどね。だけど音声データではそないと言うとんよ、うん。渡辺裕樹たちのグループで詐欺をやってたと言われてましたか？2018年から2019年の間に渡辺のグループでかけ子しよったいて言ったわ、うん。渡辺裕樹たちのグループが JP ドラゴンに乗っ取られた時の話、何か聞かれました？その時に吉岡隆二に1億円払えて言われたけど、渡辺裕樹は拒否したよったな、うん。それでもまあ5000万は払ったようなことよったな、うん。渡辺裕樹のグループが乗っ取られて、佐藤容疑者は JP ドラゴンの下で働いてたということですよね。その時のことは何か話されてましたか？吉岡の殺しのことを聞いとったんで、まあ書かれたりなかったみたいよ、うん。しかしこれ彼女を人質のような形で取られたらしい、うん。それでまあ無理やり仕事をさせられて、もちろん24時間監視されたような感じやったわな、うん。渡辺裕樹容疑者からも脅されていたと聞いておりますが、それ耳をちょんぎった動画なんか見せられて、裏切り者はこうなるいうようなことを言われたよったな。あ、そうなんですか。そやからだいぶビビったんちゃう、うん。JP ドラゴンは今何名ぐらいいると聞かれてます？10人からまあ大雑把に言うたら15人やな、うん。他に井伊康介というのが野党グループが100人ぐらいおるよったな。結構多いですね。井伊康介のグループは通称何と言われてるんですか？南グループよったな、うん。では現在 JP ドラゴンや井伊康介のその南グループはどのようにして特殊作業をやってるんですか？今まで通りのやり方やっとるよ、うん。JP ドラゴンの小山智博と日本に強制送還された今村磨人の関係性とか聞かれてます？吉岡の指示で小山智博と今村磨人とは毎日連絡取り踊ったらしいよ、うん。どのような指示を出していたと聞かれてます？ビクタン収容所におるんやから、まあ捕まることないやろいうような話もしとったらしいで、うん。それと金持ちの名簿を渡すからもっと強盗してこいとかな、あ、犯罪をそそのかすような話ばっかりしとるわけよ。渡辺裕樹や吉岡隆二は皆に何と呼ばれてたと聞かれてます？渡辺は覇王で、吉岡はボスとか親分とかって言われとったやろ。あ、そうなんですか、うん。当時世間的にあまり興味を持たれてなかったと思いますけれども、2020年、まあ、去年ですよね、フィリピン空港で日本人の男2人が逮捕されましたよね。ああ、2月1日に1億円以上の金を持ち込もうとして
空港の税関で逮捕されたな、うん、あれも結局 JP ドラゴンだったということですか。そや、吉岡の指示でフィリピンから日本に金を取りに行ったんや、うん、でその金で通称ヒロというもんから腕時計を買い、残った金をフィリピンに持ち込もうとしたんやな。それで申告せず税関で捕まったわけですね。そりゃ申告せなんだら捕まるわな。でも一旦は入管と税関は問題なく通ったらしいよ。あ、そうなんですか。うん。で迎えに行っとった吉岡隆二のボディーガードの元警察官が、自分たちは現役の警察官や言うて、そんなこと言わんでもええのに、その嘘がバレてまた引き戻されたらしいよ。この時逮捕されたのは日本人2人だったということは、このボディーガードはとっさに逃げたということですね。そりゃ逃げたんやろな。で吉岡隆二の統計の金や言うてこれ言うとらしいけど、うん、日本の警察はもちろん特殊詐欺の金やと分かっとうわな。ああ、そうですよね。この逮捕された日本人2人はどうなったんですか。まあ1人は青柳正幸言うんやけど、現在裁判中で国外に出られへんから運び屋は外されとうらしいな。あ、そうですか、うん、結論としたら、このフィリピンの事件掘り起こしたらまだまだ出てきそうですよね。まだまだこの内容の濃いやつが出てくるわな。せやけど私の YouTube で言える時間が限られとうからな。せやからまあ小出しみたいに出していきようけど、特殊詐欺撲滅キャンペーンみたいなもんやな。そうですよね。このチャンネルはよ、5月4日銀座のドレックス専門店に未成年の男4人が強盗に入るという事件が起きましたが、これは模倣犯ですかね。ルフィとか吉岡隆二とかは関係ないわ、うん、だけどこういう風なネットで犯罪者を集めて人を模倣犯やろな、うん、まして伝統のあるその10代の若い者がこういう無茶苦茶な犯行に走ってな、うん、SNS による闇バイトの募集というのはまだまだ横行していくんでしょうか。 SNS がある限り犯罪の種いたら尽きひんと思うわ。そやけどな、これ軽々しく闇バイト焼いて話乗るのも変な時代になったわな。そうですよね。今回の事件でも高校生の子が含まれてたでしょ。それは成人年齢18歳からに上げられたから、うん、やっぱりもう我々も大人や思って、うん、こういう犯罪するんやわからんな、うん、そうですよね。普通は18歳と我々の感覚で言ったら子供よ。どういう成人が働いたか分からへんけど、成人年齢にしとうやろ、うん、選挙権もあるし。そうですね。変な方向に行くような感じするな。そうですね。また上に立つもんも軽くなっていくやろ、うん、世論に流されたりな、うん、風が吹いたら吹き飛ばされてまうような人間が多いわな、うん、ドンと構えとく人間がおらなあかんわな。今日本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。